うーん、やっぱり幅きがいいよね何言ってるんだよ、チャイちゃんやっぱり人様の布団だよかりんちゃん見て、この段差がいいんだよねだから幅きがいいよねこんな体重を乗せた鉱箱座りでも手が痛くならないからやっぱり人様の布団だよ幅きだよね布団だよ幅きだよね布団だよ幅きだよね布団だよ